乗ってお送りする応援トーク番組です。先週はプレママや子育て中のママに向けたイベントゆるりを毎月県内3カ所で開催している牧師理恵さんにゲストとしてスタジオに来ていただきました。そしてそのイベントゆるりなんですけれども、実は今日浦添市の手だこホール市民交流室で10時から3時まで今日実はねやっています。でこのラジオを聞いてくれているママさんたち、ぜひこのラジオが終わったらもうすぐ手だこホール市民交流室へお出かけいただきたいと思います。もしかしたらリエさんにもね会えると思いますので、ぜひ行ってゆっくり遊んでみてください。そして今週のコーナーは、久しぶりですね、マコのちょっといいことということで、スタジオにはマコさん来てくれています。そして今日は沖縄の楽しいお出かけスポットについて皆さんにいろいろご紹介していきます。お楽しみに。緊張した。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオよりパーソナリティの阿部由美が生放送でお送りします。 FM 宜野湾ではツイキャスト、ユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページからチェックしてみてください。そしてサイマル放送も行っています。スマホで聞く場合はアプリのリスラジオをダウンロードするといつでもラジオを楽しむことができます。また番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。子育てに関する質問や、ご家族のこと、仕事や恋愛などなど何でも幅広く受け付けています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 ぜひ送ってください。お待ちしています。それでは早速ですが、こちらのコーナーから行ってみましょう。マコのちょっといいこと。沖縄の子育てを応援するフリーマガジンを発行している太陽のエクボのマコさんと一緒に、今日も子育てファミリーに向けたお役立ち情報をお届けしていきます。太陽のエクボとは子育てをもっと楽しくをモットーに、ママたちによる子どもと子育てファミリーを応援する NPO 法人です。もうね、はい、ちょっと早速なんですけどもとりあえずここまで全て言い切りました。お久しぶりです、まこさん。皆さん元気ですか。で今日はですね、はい、もうねこれツイキャスを見てくれている方、まだ あれか配信まだかな、後でねちょっとまた見れると思うんですけども、今日はなんと可愛いゲストさんが来ているんですけどね、可愛いと言ってもね実はねご意見番なんですよ。はい、ご意見番どうぞ。ご紹介お願いします。自己紹介。マコの娘のルカです。小学3年生です。好きな食べ物は中身汁と昆布です。よろしくお願いします。はい、出ました、中身汁と昆布そろそろお盆も近いということで、ね、そうですね、はい、これね本当にこういう孫いたらおばあちゃんすごい作りがいあるね、はい、いつも食べてますね、うん、ほんとね。あとこんにゃくも好きです。もうさすがじゃないですか、はい、素晴らしい。お祝いの度にね大好きでいつも食べてますよ。いいね、へんとなけも中身ですか。はい、もちろん中身赤いご飯も食べます。赤い赤飯ですか。そう、赤いえいえ、これはですね着色します。着色はい、白いご飯に、ピンクになんか混ぜて、ね、ちょっとこれも最初衝撃すぎて、沖縄のやり方知りません、これ分かりませんが完全にで炊きたてのご飯に、うん、このなんて言うんですか、食紅、うん、を垂らして混ぜる、うん、見た目はピンクですね、うん、完全に。それめっちゃ美味しいですよ。これを赤飯というのか。豆なしでしょ、でも。はいはいはい、いいんですかこれ赤飯で。ちょっと衝撃的。もう最初ね私これちょっとこれが赤飯かと。そう、赤飯じゃないと思う。もう本土から来た私はね、もうこれはもうあはいとしか言えなかったわね。でもなんかもしかしたらね共感してる、あうちもっていうご家庭
しかしたら食紅垂らす？いい垂ら、別に垂らさないかもね。真っピンクですから、ね、まあ、まあめでたいわな。めでたいね。めでたい色ですよ、ピンクは。ね、ケーバン調子いいですね、今日。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、夏休みもね、多分あと1週間切った？切った。切った？切った。もうすぐ学校始まるよね。うん、始まる。ね、まだでもほら、でもまだ夏はね、そうそう、沖縄の夏はまだまだ続くから、今日はこのね、ちょっと私たち独自のあれですけども、うん、お出かけスポットをね、ちょっとあの紹介ね、していきましょう。ね、しましょう、ね、しましょう。で、最近なんか、まこさんたち、そうそうそう、ファミリー、最近ね、大阪から、うん、いとこが遊びに来てて、うん、行きましたよ、この大阪から、あ、沖縄満喫ツアー。大阪から沖縄に来ました男の子5年生、ね、ちょっとまあ年頃でしょ、うん、これなんかちょっと心配したんですけど、うん、意外にね、ルカさん、うん、楽しみましたよね、沖縄を。楽しみましたよ、1週間毎日。もう疲れましたよ、もう沖縄のこの観光的な、そう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 、休むことなく、うん、休むことなく、子供中心でね。本当、どこ行った？行きました。まず初日は、初日は、うん、ですね、シュノーケルだよね。シュノーケルに、あ、青い洞窟のシュノーケルに行きまして、う、うんうん、これはね、あのツアーに、ツアーであって参加して、うん、その恩納村にあるこのツアーショップに、うん、まあ、朝9時、うん、早いですけどね、恩納村に朝9時、9時集合、そしてそこでもあのウェットスーツに着替え、うん、あとは、あ、じゃあ手ぶらで行けるの？そう、あ、手ぶらで行って向こうで何かも用意してくれるの？うん、はい、もう全部ね、教えてくれるんだよね、服も着て、うん、あの潜り方も全部、うん、準備教えてくれて、うんうんうん、でそっからあの前田岬に連れてってくれるの。おう、おう、え、ルカもやったの？シュノーケル。はい、やりました。このぐらいの年齢でももう問題ない、ね、全然結構ね、5、6歳ぐらいからいけるみたいで、そうでね、マンツーマンでついてくれるから結構安心さ。ほんと、うん、で本当はこの日青い洞窟だったんだけど、うんうん、ちょっと台風が近づいてるっていうので、うん、その近くのね、うん、前田岬の近くの、ま、前田岬の裏っていうところにね、行ったんだけどね、結構浅くて魚もいっぱいいました。すごいいたよね、本当。やっぱ沖縄綺麗だね、一緒に泳ぐ感じ、魚と。そう本当もう目の前でね、見れたし、餌やりもできるしさ、楽しい。沖縄いいねっていう。で、え、そこでじゃあどのくらいか時間ほら潜るわけでしょ。結構ね、魚見て2時間ぐらいいたかな。いた、うーん、潜るのは1時間か。だから9時に集合して、うん、そのお店に帰ってきたの12時。うーん、だから行って、まあ、着替えて、うん、着替えた、ほらほらお店で着替えて、うん、でそのスポットまで行って、うん、だからまあ1時間以上はいたんだろうね、あのその海の中には。じゃあこれいくつかこのあるんだ、このシュノーケリングができるショップが、ショップがね、いっぱいある。もういっぱいあってさ、ネットでいろいろ出てるんだけど、本当、うん、あれがいいはず、この前田岬に集合するパターンと、うん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 、ショップに集合するパターンがあるんだけど、結構やっぱ前田岬はさ、駐車場がいっぱいみたいで、うんうんうん、だからこのショップがね、ショップに集合、ショップに一旦行って、そこで自分たちの車を置いて、そう、置いて、で、着替えもできるし、それで向こうのバスで、うん、そうそう、連れてってくれるんだ、うん、楽だったね。その方がいいね、いい、着替え場所もあって、そう車の心配もしなくていいし、うんうん、そう、きっと泳いだら疲れるしね。そうってやりたいしね、やりたいしね。いいね。なんか意外にね、値段も手頃でさ、2、3000円ぐらいだったよ。へー、うん、子供も楽しいさ。で、この潜るね、機会も意外にないでしょ。ない沖縄に住んでるのに、ない意外に見ないでしょ、うん、簡単だったよね。まあね、すぐそこの宜野湾の海とかね、うん、そうあるかもしれないけど、意外にほら、ああいうところにネットしてるから見えないでしょ、ね、ちゃんとこのシュノーケリングのこのね、そうシュノーケル初めての方でも、うん、楽しく行けると思います。これはね、小学校3年生の、これ意見大事だね、うん、お子さんも連れても大丈夫だからね。はい、わかった、うん、じゃあちょっと意外にね、だからそれをして朝まずシュノーケルした後に近くの恩納そばを食べに行きまして、うん、その時はね、すぐそば食べて、で琉球ガラスを作りに行きました、うんうん、おー、行ったね。これもうなんかほんとなんかザ沖縄って感じでしょ。ほんとこれすぐできる、うん、行ってすぐできる、すぐできるっていうか、自分で形とかガラスとかを決めて、うんうん、
うん、まあすぐできた。この事前なこの申し込みとかも必要？一応ね、この日にね、あの予約した、うんうん、何時ぐらい空いてますかみたいな、うんうん、そうそう、だからやっぱりしといた方がいいみたい。あ、前もってね、うん、しといた方がスムーズさ、お店に予約して、でその時間に行って、でもう自分で選んでもうすぐできるよ、ね、そう、これもね。琉球ガラスの注意点は、うん、作るところが43度ぐらいなので、あの暑かった、あの熱中症に注意、持っていくものはタオルと水分いや塩分を用意しといた方がいいと思います。聞きましたか皆さん。これね、意外に暑いんだね。はい、あの、とっても暑い、あの場所がね、はい、やけどにもご注意ください。了解、熱中症 ね、じゃあ汗もいっぱいかくから、うん、タオルと飲み物と塩分ね。じゃこれ持参でいきましょう。はい、持参でお願いします。わかりました。持参でお願いしますよ。わかりましたよ。じゃあ、はい、ご意見番のルカさん。ちょっとここでね、あの一曲ちょっと挟んで、うん、また後半にちょっとお出かけスポットね、いろいろ紹介していきましょうね。はい、一旦曲をお願いします。もう中本くんタジタジ流れた。もう今日はこんな感じでいいんじゃないですか。いいと思います。いい、うん、全然楽しいさ、ルカは喋れてるよ。ここぜひね、これ見せてあげたいよ。このこれか価値があるだろう。僕らが今生きてるこの世界、すべてが君だって思える。ずっと疲れてんのかな。これさ、ここ今度さ、行かないといけないよ、もう大事なとこに。さ、終わっちゃうよ、時間が。どこ行く？次何？プール情報行こうよ。プール行こう。プール行った方がいい。ね、で、話の初めは、やっぱり初めは、初めはここ行こうか。か、で、初めはのプールと、チャタンゴを、ほら、まあまあ去年かできたからね。うん、でもプールはサクサクって言って、この辺 ね。これはどうする？お化けが。これもね、行ってみようかな。軽くね。軽くね。最初は良かったですよっていうね。最初は、あの、やっぱり夏は暑いですねって言って。うん、もう夏暑かったさ、もう。もういいよ、ルカさん、遊んだのは。ひでよね。
として CM 行っちゃうかな。もう話すこれからも聞いていてくださいね。時間が足りなくなっちゃう。バイバイ。聞いてるんでしょ。分かった分かったね。はい、もう番組始まりますからね。始まるからね。うん、手に何をつけていけばいいの。ちょん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 。順番があるから、ルカさん分かる？あんた一人の番組じゃないから。将来どうなるんだろう。大物になりますよ。大物コメンテーターが呼んでるんですか。このね、どうですか？私の。いいよいいよ、もう早くいいですか？もう早くアイドルになったらもう。なったらいいよ。なんてアイドルになって。なんて。函館山さん、生ラメン可愛い、デージ可愛いねって。歌も上手いって。すごい。レギュラーだねって。ありがとう。歌聞こえてる。わかりました。え、バイバイ。面白い。ありがとう。歌もこれからも頑張るね。バイバイ。はい、まもなく CM 開けます。はい。マイクあげます。はい。ディアウーマンでは、ディアウーマンでは、ギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオより阿部由美が生放送でお送りしています。今日は、マコのちょっといいことのコーナーで、お送りしています。沖縄の子育てを応援するフリーマガジンを発行している太陽のエクモのマコさんと、今日はその一番弟子ルカです。よろしくお願いします。今日はルカも一緒にこの3人でね、沖縄の楽しいお出かけスポットを紹介しています。私は注意点ですよ。すいません、もう広い心でお聞きください。ありがとうございます。お願い、よろしくお願いします。さあ後半はね、はい、ちょっとまあね、夏暑いね。はい、そうそう、暑いよそりゃ、ね、子供はね、暑い時にどこ行きたい？プール、プール行きたい、ね、沖縄のプール紹介しますよ。いい振りでしたね、はい、私よかった、よかった。プールね、沖縄プールってさ、いっぱいある。そうそう、あるよね、結構多いよ。それも結構本格的だよね、どこも。で、このまこさんと私が行った、はい、この沖縄のプール、それぞれちょっとね、紹介したいプールがあるので、ね、もう多分知っている方もいると思うんだけど、うん、うん、さあ、まこさんのおすすめプールは。そうそう、私はこの先週ね、糸満の西崎プールに行ってみました、うんうん、大人気だよね、あそこも ね、もう私まだ行ったことない。あ、本当、うん、もうさ、結構早い10時ぐらいには行ったんだけど、うん、いっぱいいっぱい、もう駐車場いっぱい、あそこいろいろなんかね、並んでる球場とかもあるからだろうけど、近くに駐車場はある？あるけどさ、うん、いっぱいいっぱいいっぱい、もうほら、いろんな人が来るから、この野球にも来るし、公園にも来るし、もちろんプールにも来るからいっぱい。だから早めに行った方がいいはず。え、10時からオープンなのかな。まあまあ、でももう早めに、そうそう、もう行けと、行けと余裕持って、うんうん、もうさ、行った時にはもう流れるプールも半分以上人だから、流れてた人が、どういうあれがあるの、なんかほら、あ、中はね、アトラクション、そうそう、アトラクション、あの流れるプールと、流れるプールと、あとまあ浅いプールと、浅いプール、子供用ね、あととっても浅いプールと、うん、幼児用ね、そうそう、うん、あとはこのウォータースライダーか、ウォータースライダーと、あの浮き輪、あのはい、百二、うん、あのでそうそう、ウォータースライダー、浮き輪、あの浮き輪に乗って滑るやつがあるめっちゃ面白いですよ。そうそう、ウォータースライダーも3つあってね、3つあって、うん、初級、うん、上級、うん、あとはあのこの浮き輪に乗って滑るっていうこの3パターンがあったよね。いい、うん、面白かった。おう、うんうん、もうひたすら一番もう怖いやつはもう回るときはもうゆっくり全然進まないかも、手とか進むけど、最後からもう急に崖みたいになってキューンと落ちちゃった。スリルもあるわけだね。そう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 、ね、だけどなんか上級、一番上級、上級は優しいやつ、優しいやつは、うん、なんか途中は早いけど落ちるのはなんか全然速くなくて、ね、ゆっくりパチョーン。そうそうそう、興奮ですね、まあ、興奮です。今日のご意見もすごい興奮なんです。それぐらい子供が楽しい、浮き輪もということで、はいはい、じゃあ次はですね、由美さんのおすすめ、浮き輪もあって、ね、回してもらうか決めるよ。ご意見もいいですか、ご意見いいですか、はい、順番です、順番、ルカさん順番がありますからね、はいはいはい、私は同じような感じの、うん、ね、安い市民プール、茶炭の、あ、茶炭新しくなったんだよね、ここも公園、茶炭町の中の何プールだろう、あれ
チャタン町営プールじゃない、町営プールかな、うん、あそこね、そう新しくなって、うんうん、でこの何海もう、うんうん、なんていうの、わかる、シーサイドでしょ、本当にシーサイド、うん、もうフェンスがあってこのプールは囲われてるんだけど、うんうんうん、もうすぐ海、もう大海原、すごい、だからもう海で泳いでるのかプールで泳いでるのかわからない感じね、半端にわかんないんですね。で遊具も、あの遊具ってもすごいなんかね、滑り台も子供がもう上からね、大きなバケツがね、うん、バーンってひっくり返って水がバーンってこの、結構なんか現代風な、そう、あれだね、遊具だね、この水遊びの遊具が2種類あって、幼児用と、まあ、小学生ぐらいの用、2つそれぞれ分かれてるから、うん、超おすすめ、まあ、ロケーションがおすすめ、なんといっても、うん、やっぱ沖縄っぽいね、それはね、あるよね、沖縄増えてきてるよ ね、こういうプールさん、すごいすごい、おしゃれだよね、そう、おしゃれなんだよ、すごい、行ってみよう、この景色がいいってこと、そうそう、行ってみようね、景色がいいらしい、うん、本当ですよ、あとね、うん、もう一個ね、あ、これだった、これあとね、沖縄これまたプールとはちょっと違うんだけど、うんうんうん、水遊びっていうことで言えば、うんうん、このこれもまた最近、ね、あのね、リニューアルしたのかな、うん、行ってみたい、とっても、宜野座の道の駅、ね、行ったことある？ないないないのよ話は聞くけどさ、すごいよ、ここなんかあんまりね、行く機会ないでしょ、宜野座ってね、うん、ないでしょ、うん、でも阪神だけ、この確かにね、確かに阪神グッズ置いてるショップもあったけど、この道の駅のこの宜野座はさ、うん、何、もちろん道の駅だから無料だよね、そういう施設って、うん、すごいね、この道の駅でそんなのがあるの、でも足のすねぐらいまでのこの浅い水遊びができる場所がもうわーってあって、広いの、結構広い、広いし、で、そのすぐ隣にはまた今度は普通の公園の、あ、公園もあるの、大きな公園の遊具もあるわけ、じゃあそれはトランポリンとかもあって、もちろんあれでしょ、水着じゃなく、うん、あ、そこはでも普通の服、ね、この水遊びできるところも水着でもいいし、うん、あ、服でもいいの、普通の服でもいいし、沖縄だね、そうで、日陰もいっぱいあって座るところもいっぱいあるから、それがいいね、おじいちゃんおばあちゃん一緒でも、確かに、あとね、ゼロ歳児とか赤ちゃん連れてても大丈夫、助かるよね、そういう時ね、うん、そうそうそう、結構遊ぶからね、長い間で、おむつ替えもあるし、あ、すごい、あの、そう、もう子育てママにはね、おすすめだ ね、おすすめな、そういう施設もちゃんと整ってる、意外にね、あれだよね、こういうのがないと宜野座も行かないからね、行かないから、行ってみて、行ってみよう、行ってみてほしい、行ってみよう、行ってみようちょっと、ね、大ごめんなさい、私ね、もうほら言葉があれでもジェスチャーで、大きなバケツね、バーン、じゃん、バーン、ドカン、バーン、そうなっちゃう、ね、もうなんかさ、子供のさ、これもご想像にね、お任せしますけど、ね、しい、子供のね、なんかもう子供の仮面ライダー遊びみたいな、そうなんですよでね、ルカさん、はいはい、そろそろね、あのね、終わりますよ、もうね、あっという間のこのトークがですね、そうなんですよ、寂しい、楽しくて、もうそろそろエンディングがね、近づいてきちゃったのね、はい、エンディング、もう終わるよ、そろそろもう30分、早いね、あっという間、あと2分しかないのね、あと2分じゃないじゃん、え、30分まででしょ、これね、あと2分なんですよ、うん、そうなの、決まりなの、これはね、あ、あとじゃあルカさん、私おすすめなところがあって、はい、うん、あのね、行って、行ってほしいところがある、もう行くと約束させて、うん、じゃあ嫌だ、あのね、イオンのライカムに、ほら、お化け屋敷が今あのね、期間限定でできてるんですけど、すごいね、ぜひ行ってほしい、そこ、いやいやいや、今日あのお母さんと行ってきて、そうなの、もうずっと行きたいって言ってたから、これなんかほら、怖さ、恐怖レベルが選べて、ね、あの前、まあ、簡単に言うと小、うん、何、小中大まあ、なんていうんだろう、ゾンと同じレベルがね、レベルがあるから、はいはいはい、3段階レベルがあるから、一番下のレベルで行ってみて、今日、まあ、今日じゃない、行ってみて、もう行くんです、今日は、やだやだやだ、もうそれはもう決めてたんです、いやいやいや、その中で、やだ、ルカ、そっちでも大丈夫、私もね、大人の階段登るを、そう、息子連れて、ちっちゃい子も連れて行ったけど泣きはしないね、泣きはせん、多分すっきりするはずよ、そう、ジェットコースター好きでしょ、あんな感じ、あれと同じ感じ、はぁーっていうね、もうここではあまりね、詳しいこと言えないけど、うん、多分すごいんでしょう、すごいハラハラする、いや、さすが、うん、あのこれを言ったら夏休みって感じだね、そう、うん、あの遊びの感じじゃない、遊びなんだけど遊びの感じじゃないあの元は取れるぐらいのスリル感は味わえる、それいいね、でも泣きやせん、うん、行ってみて、おすすめです、はい、いやいやいや、行きます、ね、まあまあ、ということで、すみません、もう時間がこんな時間になってきましたけどもまたね、来週もこんな感じで、うん、あの気楽なトークで ね広げていきたいと思いますので、ぜひよかったらまた来週水曜日もね、朝10時、はい、
ディアウーマン、皆さん聞いてください。もう来週はルカいないですからね。皆さんゆっくり聞いてください。本当今日もありがとう。もういいと思いますよ今日は。ルカめっちゃ喋って